Hello everyone! 皆様こんにちは、犬神マリアです。皆さん恋してますか？私は今日も四角い彼らと恋愛しようと思います。今回は一つ目標があって、お気に入りの推しを一人決めて、でその人のせめてもうちょっと人間らしいルックスが見れるようになれたらいいなと思います。よし、頑張るぞ。私はタヌキにおまじないをかけられていて、イケメンが正方形に見えている。そのイケメン早く見たい。今私の前にいる正方形は5人。財閥の御曹司である赤い二階堂くん。オラオラ系かと思いきやギャップ萌えもある王道なお金持ちキャラですね。ハキハキとして真面目そうな青木くん。青木くんまだちょっとわかんないんですよね。この子はスポーツ系なのかな。帰国子女だという黄色の斉藤くん。自己紹介の時にクラスの女子全員がキャーって言ってたので、超イケメンなかっこいい子だと思います。ちょっとチャラ男っぽいですけどね。バカそうな緑の源くん。ひどくない主人公。まあおバカキャラですね。英語を喋るんだけど全部綴りが間違ってるっていう突き抜けたキャラの子ですね。茶色い小野先生。やっぱ大人の魅力っていいですよね。学生の時は先生って言ったらもう実物の 30% 増しぐらいでかっこよく見えるもんね。そのイケメンの姿を見たければ3ヶ月以内に好きになってもらうことでいいんだよね。ということなんですが、わかりましたか、犬神さん。あー先生、怒られちゃった。でも名前呼ばれると嬉しいですよね。キュンとしちゃう。はい、大丈夫です。そっか、みんなも誰かが困ってたら話を聞いてあげてくださいね。心までイケメン、素敵。それじゃあホームルーム終わります。しまった、考え込んじゃってた。平常心平常心っと。ちょっといいかな犬神さん。誰だ。わっ、ブルーの青木くんですね。確か青木くんだよね。覚えててくれたんだ。青くて覚えやすいから言っちゃっていいのそれ。ええってなるよそりゃ。あ、違うの、こっちの話。何の用かな。これだけは聞いておきたくて。君、二階堂くんと友達なのかい。なんで聞いてくるんだろう。嫉妬してるわけじゃないですよね、まだ。あれで友達に見えた。全くの初対面だよ。そうか。あと二階堂くんが友達といるところは見たことないって聞いたよ。犬神さんはどうしたら二階堂くんと仲良くなれると思う。あ、ボーイズラブではこれ。乙女ゲームでもそういうキャラいるの。ヒロインに来てくれるのではないの。少し角があるからどうかな。そうなんだよ、近づきがたいというか。だけど僕は。おい、いえ、二階堂くん来てくれた。いや二階堂くん、犬神さんと仮想通貨の話をしていたんだ。ごまかすの下手か。青木くん可愛いですね。んなわけあるか。俺のこと話してただろ、聞こえたぞ。こうやって寄ってきてくれるあたり、二階堂くん悪いやつじゃないですよね。最初は怖かったけど、実は結構優しいキャラかもしれないですね。違うよ。ね、犬神さん。あ、選択肢。あ、でも変わった選択肢ですね。二階堂くんって友達いないんだね。二人は知り合いなのかな。これはもちろん下でしょう。二人は知り合いなの。は？僕から説明するよ。僕の父が二階堂くんのお父様の知り合いだから、小さい頃から見知ってはいたけど直接話したことはなくて。なんだ、一目惚れとかではないんですね。 BL じゃなかった。へえ。俺はお前のこと知らないけど。上から見てたらそうだよね。そうだよね。僕なんてどうせ。なんか元気なスポーツキャラかと思ってましたけど、メガネかけた図書委員系キャラなのかなこの子。青木くんつかめないな、まだ。まあ
どうしてもって言うなら友達になってやる未来もありだが。やったー、うるさい。よかったね青木くん。あー、学校のチャイム懐かしいですね。今日の学校も無事に終わった。翔子は部活に行っちゃったから一人で帰ろう。主人公は入らないのかな部活。ここが近所の公園か、散歩にちょうど良さそう。ん、向こうにいるのは、お、やあマリアちゃん。よっす。帰国子女のチャラオルイくんと、おバカキャラですね。うわ、四角だ。この黄色と緑は斉藤くんと源くんだよね。うん、覚えててくれて嬉しいな。俺のことはルイって呼んで。わかった、それじゃあルイくん。いい感じ。犬神は引っ越してきたばっかりだろ。新しいタウンはもう慣れたのか。またちょっと惜しい。ちょっとかな、ちょっとじゃないかも。だいぶスペル惜しいですね。めっちゃおバカキャラ。この街には慣れた？だってさ。ルイくんナイスフォロー。あー、近所にコンビニがあって便利かな。待って、四国って言ってたけど結構な田舎から引っ越してきたんだね。あとさあとさ、四国って外国か。いいな外国、死ぬまでには行ってみて。すごい、ここまで突き抜けてるバッカキャラは初めてですね私。エイジ、四国は日本だぞ。そうなのか。ルイは何でも知ってるよな。エイジソンみてえだ。憎めない弟キャラみたいなルックスしてるのかもしれないですね。ごめんね、ニュアンスだけ拾えばいいから。ルイくんはチャラオ系だけど優しいお兄さんっぽいのかな。顔がね全然わかんないから想像するしかないですね。なんだ、楽しい話か。うん、源くんの頭の話だよ。源くんの悪口だよ。ちょっと待って、両方これ悪くないですか。まだ頭の方がマシかな。俺の髪型イケてるか。あ、なるほど、そっちに頭って取ったのね。いい子この子、ポジティブ、いいね。うん、サンクュー。サンキュー。昨日切ったばっかなんだ。短髪なのかな。高二っぽくしてくれってな。へへへ、Very, very beautiful hair. OK. その調子。やったー。ルイくんと源くんか。変わった二人だな。一日を普通に過ごしてしまったけど、近くに見えてること、周りにバレてないよね。ちょっとバレかけたよ、主人公。考えていてもしょうがないか。おやすみなさい。あ、早い。よし、今日も頑張ろう。たぬきさん来なかったね。選択肢に初めて色がつきましたね。で、上の赤色だと二階堂くんで、下の黄色だとルイくんってことか。これ分かりやすい。どっちのルートに行くか選べる。王道キャラのギャップ萌え属性のお金持ちもいいんですけど、ちょっと今回は優しそうな、でも超人気のある帰国子女のルイくんで行きましょう。はい、私の推しキャラ決めました。ルイくんです。ほどほどな時間に来た。あそこにいるのはルイくん。おはよう、ルイくん。まだまだしか、ちょっと長方形になってないですか？縦長になってる。変身した。ルイくん？どうしたの？ちょっと、マリアちゃん。俺はこっち。あれ、ルイくん？じゃあそっちは。それは模造紙だよ。すいません、ルイくん。好感度が上がって変身してくれたのかと思った。これ他のキャラでも同じやりとりあるんですかね。本当だ。ペラッペラな模造紙とキラッキラな俺を間違えるなんて、マリアちゃんかなりの天然ちゃん。これはもちろん下。違うよ、天然じゃないもん。またまた恥ずかしがらなくていいよ。天然とボケられるのって才能だと思うし。本当に違うんだよ。ってことは狙ってやったの？レベル高いな。
どうにかやり過ごした。放課後どうしよう。部活も入ってないからな。あ、黄色がない。んどうしよう。ブルーの青木くんか、おバカなエイジくんか。ルイくんと一緒にいたらエイジくんは会えると思うので、じゃブルーの青木くん行きます。その前に手を洗ってっと。コロナ対策しとかなきゃね。あれ、ハンカチがない。おや、犬神さんじゃないか。どうしたの？あ、青木くん、そのハンカチなくしちゃってなんだ、そんなことか。はい、これ貸してくれる？え？右下にひらがなで青木誠って書いてある。真面目だなこの子。僕のハンカチだよ。さあ、これで手を拭いて。え？ちょっと待って、ひどいひどい、乾いちゃったもひどいけど、何これ、汚ね雑巾であるんですけど。普段の私ならマイナスなやつって絶対選ばないんですけど、私今はゲーム実況プレイヤーですから、ちょっととことんマイナスいってみましょうか。青木くんにはこっち。それハンカチなの？ボロ雑巾かと思った。ひどい、めっちゃひどい。ボロ雑巾？ちゃんと洗濯してるんだけどな。まあ、確かにちょっと薄汚れてる感じなのかな。ボロ雑巾か。雑巾、しまった、言い過ぎた。言い過ぎだよ、超失礼だよ。かわいそう、終わっちゃった。ごめんね青木くん。でも君にはとことん冷たくいきます。無事に一日が終わった。無事なのかな、青木くんにとっては無事じゃないけどね。こうやって当たり前になっていくのかな。休日だ、何をしようかな。おー、すごい、 2,4,5,5色も。紫は何？これ新キャラが出てくるってことですかね。紫キャラはいないけど、まあ本命のルイくんに行きましょうか。学校以外で会うの初めてですね。町に行く。近所にこんなところがあるんだ。いろんな買い物に便利そう。あれ？あそこを歩いてる黄色いのは、まあめちゃめちゃ目立ちますよね。四角だもんね、だって。あ、マリアちゃん、ちょっと皆様来ました、来ました、人間になってる、やったー。この黄色いのはもしかしてルイくん？そうだった、嬉しい、人間になってる。解像度が上がるってこういうことなんだ。ルイくん、こんにちは。こんなところで会えるなんて嬉しいよ。着てる服がちょっとのび太くんカラーじゃないですか。こんな色じゃなかったっけ。私服も超かわいいね。褒めてくれるわ。チャラ男って褒めてくれるからいいですよね。何にも言われないより全然私はいいと思う。女の子はね、皆さん褒めまくってください、絶対喜ぶから。えへ、ありがとう。ここ家の近くなの。いい場所に引っ越してきたじゃん。この辺は俺のお気に入りなんだよね。ファッションのお店が多いからそういうこと。それでマリアちゃん、どう？え、どうとは？何が？やだな、今日の俺のファッションだよ。よくわかんない、ちょっと待って。あのズボンの黒いやつなんでしょうね。ポーチかな、ウエストバッグとか。なんであんなとこが黒いのかわかんないんですけど。細身のデニムが似合う。何その服またひどい。じゃあデニムを履いてるのかな。黄色？黄色すごいね。細身のデニムがすごい似合ってる。へへ、わかる？このデニムパンツ気に入ってるんだよね。それにカジュアルでナチュラルだ。今風のダメージ加工だね。そうなの？ちょっと待って、マリアちゃんには見えてるの？それにしてもこれ気になるわ。わかる？ヴィンテージものなんだ。へえ、甘辛ミックスだね。それそれそれよ、マリアちゃんファッションレベル高すぎるよ。とりあえず話し合わせてみたけど、すごい喜んでもらえたみたい。転校から半月、もうこのままでもいいやなんて思い始めてきてる。なるようにしかならないよね。いや、この主人公順応性めちゃめちゃいいですよ。私は楽しいし、この子も多分楽しいと思ってる。
今回は無事に推しキャラをルイ君に決めることができて、その彼の人間っぽい姿も見ることができました。ちゃんと手足を動かしてくれるようになりましたね。よかった。こんな風に好感度を積み上げていくと、ラストには超イケメンになるらしいので、少しずつ育てていきましょう。それではご視聴くださりありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。